ウズベキスタンの電気通信網は、その大部分をソビエト連邦時代のインフラを基礎としているが、多くの現代的な変更も加えられており、情報開発という意味において、中央アジア地域における中心地となっている。2012年時点において、ウズベキスタンの電気通信サービス量は1年ごとに約22.5%の割合で成長している。2012年末時点で、 国内全体で合計37万8000のブロードバンドポートが使用されており、1年で約55.5%の増加となっている。実際に利用されているポートの数は20万2700で、前年度より37.2%の増加となっている。同年、合計 1576km の光、ファイバーケーブルが国内全体に設置された。 現在のウズベキスタンの通話システムは現代的ではなく設備も不十分であり現代的な国際標準の水準にまで改善する必要がある。電気通信システムの主要部は老朽化しており電話密度は低い。国営の電気通信会社であるウズベクテレコムは日本政府と中国開発銀行から通信システム機関部を拡張するための融資を受けている。 2002年から2006年にかけて日本電機による通信放送拡充に関する円借換プロジェクトが行われウズベキスタン全土に通信網が整備されたほか2010年にはデジタル交換系の交換が完了する予定であるまた2008年には住友商事と韓国の通信企業 KT による合弁会社スーパーアイマックス社がウズベキスタンにおいて ワイマックスによる無線通信サービスを開始した。携帯電話サービスは急速に拡大しており、2008年時点で加入者は1040万に達している。ウズベキスタンはモスクワのゲートウェイ通信を通して独立国家共同体やその他の国へと光ファイバーケーブルやマイクロ波ができるようになっている。トランスアジアヨーロッパ光ファイバーケーブルへの接続が完了した後は、 ウズベキスタンは現在アフガニスタンまで光ファイバーケーブルを延長する計画を立てている。現在、ウズベキスタンには4つの AM 局と12の FM 局、3つの短波局がある。1997年時点では、ウズベキスタンにおいて約1020万個のラジオが使用されている。ウズベキスタンには合計28のテレビ局がある。また、タシュケントには一つのケーブル局が、 地方に約20のテレビ局がある。ウズベキスタン通信情報庁によると、2012年3月19日時点において、ウズベキスタンには約900万人のインターネットユーザーがいる。ウズベクインターネット、略称、スネットは、ロシアのルネットと同種のものとして使用されている。ウズベキスタンのドメインコードは、スである。ありがとうございます。